勝って当たり前だと思って走ったので、でそのこのレースの後にすぐあるジロのファーストステージがタイムトライアルなので、そこでチャンピオンジャージを着て走りたいって思ってたので、もう明日は本当に自分の走りを皆さんに見せたいと思って今回帰ってきたので、2ヶ月半ぶりの日本で、アメリカでどういう走りをしてたのかっていうのを見てもらいたいと思ってます。やった。良かったです。他のタイムは耳に入ってたんですか？一応はい、なんとなく入ってたんですけど、まあ序盤で稼げたんで、それをうまく使いながら、どこがポイントかは分かってたんで、そこでしっかりかけながら行きました。初めての時より生意気だったが、秋の頃よりすごい嬉しいです。まあ戻ってきてからいろいろありましたけど。いろんな人に支えられてここまで来ました。